ムスダンは朝鮮民主主義人民共和国で開発された中距離弾道ミサイル。ムスダンとはアメリカ合衆国がつけたコードネームであり、北朝鮮での呼び名は火星1号。この弾道ミサイルは2007年4月25日に平壌で行われた朝鮮人民軍創設75周年記念パレードで初めてその姿がアメリカの偵察衛星により確認された。また、 2010年10月10日に行われた朝鮮道々島創建65周年記念パレードで初めてその姿が世界中のメディアに公開されたパレードでは12輪の移動式発射台に搭載されたムスダン発揮が登場しこの時の映像は世界中で報道された2016年4月15日の国禁日清主席の生誕記念日太陽節を迎え ムスダ弾の初の発射実験を実施したが、打ち上げに失敗したとの報道がなされた。また4月28日に2回、5月31日に1回発射実験をしたが直後に墜落や爆発をして失敗、さらに6月22日に2回発射実験をしたが、1回目は 150km 飛翔して空中爆発して失敗した。 しかし同日の2回目の発射は高度 1000km 以上、水平距離 400km を飛翔して日本海に落下しており、韓国軍関係者は意図的に高い角度で発射したとしてかなり高い技術レベルの発射で成功とみている。また、北朝鮮の朝鮮中央通信も大気圏再突入時の弾頭部の耐熱性や飛行安定性が検証されたとして発射実験の成功を発表した。 この発射実験には最高指導者の金正恩党委員長のほか、リマン・ダテ、中央委員会副委員長や李ヒのえテ等、中央委員会第一副部長、金楽県朝鮮人民軍戦略軍司令官らが立ち会った。無数弾は R-27 を改造し、陸上発射型にしたものと考えられている。R-27 は潜水艦発射弾道ミサイルであるため、 小型化を最優先として設計されており、全長は9.7メートル、直径は1.5メートルに抑えられている一方で、内部構造は複雑なものとなっている。これに対してムスダンでは、全長が12.5メートルへ延長されており、ベースとなった R-27 よりも長くなっている。これは燃料や酸化剤のタンクを延長して、射程を伸ばしたものであると考えられている。 これに伴い重量も変化し、19トン程度であろうと推定されている。推進機関は R-27 と同様、一段式の液体燃料、ロケットモーターを採用しているとされ、長期の常温保存が可能なものである。低ロードは6 5 0ラムから1 2 0 0ラム程度と考えられ、推定射程は3 2 0 0トル以上4 0 0 0トル以下で、 日本本土はもとより、グアムの米軍基地にも届く射程である。なお、セップは1300メートル程度と考えられている。ムス弾は電話を用いた道路移動型中距離弾道ミサイルであり、原型が潜水艦発射弾道ミサイルということもあり、速応性は高く、事前に破壊することは困難とされる。なお、発射された場合、ロケットモーターが燃焼した後、弾頭が切り離され、 再突入体が目標へ自由落下していくと考えられている。北朝鮮は2016年6月の発射実験により、大気圏再突入時の弾頭部の耐熱性や飛行安定性が検証されたとして、弾頭の再突入技術の検証に成功したことを発表している。また弾頭はペイロードに合わせて、高性能爆薬、核、生物、化学兵器が選択可能である。 多弾頭のマーブ技術については無数弾の原型である。R-27 の技術移転の際に獲得している可能性が高いが、単弾頭と比較してさらなる小型化が必須であり、強化原子爆弾か水素爆弾の技術が必要とされる。2013年現在ではまだ途上と考えられ、結果的にマーブは選択できないとみられる。ただし、強化原子爆弾については、 開発成功を示唆する分析も存在することに注意が必要である。なお、元々が潜水艦発射弾道ミサイルであるため、オリジナルと同等の設計とすれば、潜水艦での運用も可能であるが、配備国の北朝鮮やイランともに運用可能な潜水艦を保有していない。しかし、偽装コンテナ船にムスダンを搭載して運用することは可能とされる。ムスダンの名称は、 火星銃北朝鮮が発言中。朝鮮日報。2016年6月23日閲覧。北の新型弾道ミサイル。ムス弾。射程3200キロ以上。朝鮮日報。2007年5月19日閲覧。北朝鮮発のムス弾発射実験に失敗イコール。韓国軍。連合ニュース。2016年4月15日閲覧。ABCDE。 北朝鮮22日に、スダ弾ミサイル2発連続発射。今年に入って6回目。中央日報。2016年6月22日閲覧。ABCDE。2発目は400キロ飛行か1発目は150キロ。推定。産経新聞。2016年6月22日閲覧。AB。北が中距離弾道ミサイル発射成功。グアムの米軍基地も射程圏に。 朝鮮日報。2016年6月23日閲覧。AB、北朝鮮、ムスダ弾発射、成功再突入検証と報道。東京新聞。16から06から23閲覧。中距離ミサイル発射成功、金正恩氏も見守る。イコール北メディア。連合ニュース。2016年7月1日閲覧。ムスダ弾、頂点高度1413.6キロ。 飛翔400キロ。ハンギョレ。2016年7月1日閲覧。北朝鮮が、ミサイル発射失敗新型中距離、ムスダン空中爆発東京新聞2016年10月17日、AB。ノ残りや、S フェールドミサイルテストスクッドハブインボルブと KN-08、US エクスパート連合ニュース2016年10月27日、北朝鮮、ミサイル発射に、 また失敗。韓国軍発表読売新聞2016年10月20日。北朝鮮が、新型中距離弾道ミサイル、無数弾公開化。HTTP ジャパニーズ、ヤヌハプニズ、コー、KR、ノースカー、2013、02、14、03000000、AJP2K130 兆2140億110万 882HTML。 ありがとうございます。